なってます。 YouTuber 平本です。ということで今日はですねブランコ理論についてやっていきたいと思いますけどもね、よろしくお願いしますね。さてメールが来ました。はい、いつも簡単で楽しく吹いております。ところで A メロ B メロサビと同じような音色になってしまいます。何か吹き分ける音色を吹き分けるコツありましたら教えてください。またちょっとカッコ書きなんですけども、ラの位置が違うように思われます。先生が吹いているのはラが違うのでしょうか。こちらについてやっていきたいと思います。こう2つありますね。いわゆる A メロ B メロ C メロで音色がまあ一緒だっていうことかな。だからちょっと変えたいとね、これどうやって変えんだということと、もう一個が動詞ラの位置が違くないかということで、まあよく見てらっしゃるということで、実はですね、そう、何か僕ね2曲ぐらいこれで吹いてるんですよね。通常ですね、簡単で言うと、最低音のラがこっちにあるんですよ。ドシ、このラの前にあるんですけども、これはシの前にあるんですね。で実はですね、まあ結構メーカーさんによって穴の開け方が違うんですけども、なんかねこっちをねこのシの前にあるメーカーを使ってる人が結構カンターレに乗り換えてくれるというかね、まあカンターレも使ってみようっていうことなんだけど、やっぱどうしてもねこっちがいいよっていうことで、こっちはまあ上級モデルに限るんですけども、変更はしております。でなんとその上級モデルを買っていただいて、穴移動をして昨日到着した人からメールが来ております。はい、こんにちは、オカリナ到着しました。売り替えを買っていただいたお客様です。早速吹かさせていただきました。とても息が軽く透明な音、高音の音の伸びが心地よいです。優しい曲、滑らかな曲に合いそうです。また一つ吹く楽しみが増えました。ありがとうございました。ということで、こちら埼玉県の方だったかな、うん、と思うんですけど、今日ね一回このお店に来ていただいて、やっぱりねこっちに帰ってくださいということで特注で作らせていただいたんですよ。で、非常に気に入っていただいたということでね、うん、まあ持ってる楽器が結構吹き込む楽器だったんで、まあもう少し軽めでなおかつカンターレの音色が欲しいということで、お買い上げいただきました。ありがとうございます。またねぜひね、お会いしたいなと思ってますということで、こういうのやっております。で実は今日ね鎌が出てますんで、もしね、どうしこっちが欲しいよっていう方は最後までご覧ください。いいの一品ありますからご紹介させていただきます。はい、でもう一回メールに戻ると、 A メロ B メロサビで音色を変えたいわけね。よし、こちらやっていきたいと思います。でだいたい A メロっていうのはおおむねですよ、低音から始まるんですよ。でだんだん盛り上がっていく B メロっていうのは少しこう音符が上がってきますよね。でだいたいサビはまあ高音になるっていうのがだいたいの作り方なんですよ。まあ最初からねサビが来るとかそういうのは別として、だいたい徐々に音符が上がっていくっていうのがまあ曲のまあ作り方のポイントなんですけども、でこれはですねブランコ理論って何かっていうと、まあ皆さん小さい頃ブランコ乗ったことありますよね。うん。さすがにね、僕今ブランコ乗ってたら、あれどうしたのかなって思っちゃうかもしれませんけど、僕もね、小学校とかもっと小さい頃はブランコ乗ってました。はい。で、その時に、こうブランコ、まずは静止してますよね。静止して乗ってる時に、まあ、誰かにこう背中を押してもらう時に、押してもらう時って、最初ってどんな感じで押します？最初。もう静止してるお友達を押すと考えて、押すときって早く押します、ゆっくり押します？こうお友達がこうやって押してって言ったとき、ゆっくり押すんですよ。まずゆっくり押しましょう。ゆっくりゆっくりなんだけど、止まってるから力は実は入れてるんですよ。その感じが実は A メロなの。うん。ですからみんなね、友達がこう構えてて、誰々ちゃん押してよ、わかった、力入れるけどゆっくり、力入れるけどゆっくり、これが低音を吹く A メロの息。じゃあ今日はね、昔に戻ったつもりで背景15の君へね、アンジェラアキさん、これオカリナ協会でも有名でしょ。これいきましょう。最初ね、例に漏れず低音きます。
このゆっくりですね、押してよ、ゆっくり。これがゆっくりの息なんです。あ、ちなみにね、穴違うバージョンで吹いてるね。まあこれは試作で作ったやつなんですけどね。でここで力は入れるんだけどスピードは遅いでしょ。このスピードを速くやっちゃうとこうなっちゃう。スピードはゆっくりじゃん。だってお友達止まってるのにガーンって押したらおーってなっちゃうじゃん。じゃなくてこうゆっくりゆっくり押したの。これが A メロの低音の吹き方、ブランコ理論の、まず止まってる時からゆっくり押す。で、B メロになったらだんだんブランコが少しずつ動いてきたでしょ。となると、押す時っていうのは最初の止まってる時よりも力は、そう、入らないんですよ。入れなくていいんですよ。もう、位置エネルギーがあるから。そして、スピードは若干速いんですよ。だってこうしてたら間に合わないからね、ブランコ行っちゃうから。だから少しこういう感じ、これが B メロ。はい、こっからサビ。サビになるともうお友達はグイングイン来てますよ。わーイングイングイングイン、グイングイン来てますよ。そして、この位置エネルギーが最高になって、この辺で押してあげるじゃん。グッて。で、その時は、スピードは速く押さないと、お友達の背中行っちゃうからね。ただし、力っていうのはほぼいらないんですよ。なぜかって言ったら、位置エネルギーがものすごくこっからガーンって来るから。ということは、息の量は少なくスピードを速くしてあげるんですよ。グッ、この辺。いくよ。こんな感じで行くんですよ。やってあげると音の味わいっていうのが変わるんですよ。わかりました。この絵がブランコ理論なんですよ。最初の低音っていうのはとにかくゆっくりお友達の背中を押してあげる。だって最初止まってるからね、力を入れてグーって押し込む。これが低音の吹き方。そして B メロになってきたらだんだんこうね、ブランコが来ますから、ちょっとこうちょっとこうで、高音になってサビが連発してきたらもう、はっ、はっって感じじゃないですか。っていうようなものを頭でイメージするだけで音変わりますから。ちょっとね、売り物の穴替えバージョンでいきますか。これがね、ベートーベンシリーズの穴替えバージョンです。これいくらだったっけかな。もしよかったら電話ください。こっちの方がいいよって方ね。息はね、優しくはないですね。やはりベートーベンシリーズなので。ただ思いっきり多いっていうわけでもないです。ちょっと行きましょうか。これでね、まあこれ売り物なんであんま吹かないですけども、最初はお友達の背中をゆっくり押すよね。ゆっくり。あ、これね、加工の音は全くしてないから生の音でいくからね。
じゃないですか、これね。簡単で拭きたいんだけども穴こっちがいいよっていう方はぜひ電話もしくは LINE、もしくは概要欄にメール貼ってありますのでよろしくお願いします。すごく透明感があっていいですね。っていうことなんで、A メロ、B メロ、C メロで音を変えたい場合っていうのはもうブランコ理論ですよ。もう低音はとにかくお友達を静かに押してあげる感じで、 B メロになったら友達がだんだんこうねブランコが来てますから、スピ力は少し弱まるけどもスピード上げる。で高音っていうのはもう位置エネルギーがすごいから、スピードだけサッスピードだけサッてやってあげて力は入れないんですよ。力入れちゃうとこれ力入れちゃってるかね、はい、ということでこのブランコ理論、頭でイメージするだけで多分音色変わると思いますんで、こうお友達を昔思い出してこうなのか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 っていうその息の感覚でだいぶ変わったと思いますんでね。じゃあちょっとねこれは売り物なのでこれじゃなくて僕が持ってる楽器で吹きたいと思いますんでぜひ聴いてください。15の君へ、15の時皆さん何してました？